はい、こんにちは。学研プライムゼミの現代文化、池上和弘です。今日はですね、高校1、2年生の皆さんに向けて授業の復習の仕方の話をしていきたいと思います。まあ、よく言われますよね、予習、授業、復習のサイクルが大事だと。まあ、予習してきて、授業を受けて、授業で学んだことを復習して自分のものにする、そしてその自分のものにしたものを使って次の予習をしていくっていうふうに、この予習、授業、復習のサイクルをぐるぐる回していくことによって、ちょっとね、こう螺旋階段を登っていくように成績は向上していきますから、このしっかりとした復習っていうのは必要になってくるわけです。じゃあ授業の復習、どういうふうにしていけばいいのかっていうのを具体的に説明していきたいと思います。まあ、授業の復習っていうのは一番大事なのはね、授業の反復なんです。まあ、授業と同じ読解をもう一回繰り返すです。同じように本文を読んで、同じように説問を解く、もし仮に、授業の中でね、本文読みながらこういう箇所に線を引いていこうねとか、こういうチェックをしていこうねっていうふうに教わったんだったら、それを思い出しながら白紙の状態の文章に向かってもう一回同じように線を引いてみる。説問を解くときに、例えばこの問題っていうのは述語に線が引かれているから主語を見て、主語が X だから、選択肢の中で X 主語にしているものを選んでいこうねって教わったら、それをまんまもう一回繰り返していくです。で、その際に最も効果的なのは声に出して人に教えるようにその授業を反復する、言ったら授業のモノマネをしていくっていう感じですね。まあ、隣にね、家庭教師を自分がしてる気持ちになって、隣に生徒がいるような気持ちで授業と同じように、ここはこう読もうね、こういうふうに線引こうね、こういうふうに説問解いていこうねっていうふうに繰り返していってあげたらいいわけです。声に出して耳で聞くことによって復習の効果は高くなります。さらに人に教えることができる部分っていうのは、かなり自分の中で理解できている部分になるはずだよね。まあ、君も経験あるんじゃないかな。学校の定期テストなんかの時に、友達からなんか質問を受けると、でその質問に対して、あ、これはこうだよ、ああだよっていうふうに教えてあげる。で、教えてあげることによって逆に自分の知識も整理されてね、よりその分野の理解が深まる。そういう経験したことあるんじゃないですか。こういうふうに人に教えることができる部分って本当に理解が深まってきますから、授業と同じように授業のモノマネをして人に教えるように声に出して反復をするです。で、その授業の復習のタイミングとして一番いいのは終わってすぐです。授業と同じ読解を反復するんだから、忘れた頃にやっても同じ読解っていうのはできないよね。あ、これどう読んだっけな、どう解いたっけな、覚えてへんな、では同じ読解繰り返せませんから、覚えてるうちに早い段階で同じ読解を反復する、そういう復習をね、しっかりしていくことによって読解のフォームが身についてね、次の予習にも役立てるようになってきます。そういう復習をこのね、夏からしっかり頑張ってやってください。